写真が流出しちゃいました東の工事の本物ラジオこの番組はマイコンの甲原ナノゾーンコートサービス浜田酒造がお送りしますどうもこんばんは今週も始まりました本物ラジオでございますけどえ本当に申し訳ございませんご申し訳ございませんというかあのドンファン がなくななって謎の死うーん,なんかいいから覚醒剤が検出されたドン・ファンはそんな覚醒剤なんかしていない一体誰がドン・ファンに覚醒剤を飲ましたんだっていうところで、えー、3年ぐらい経ってうん奥さんが若妻が逮捕されて現在容疑者なんですけれどもそのニュースをこの間のワイドなしを日曜日流れるんですけれども金曜日 収録してまして。 でまあ、もちろんその話題になったニュースですからやらなきゃいけなくて、えー、真面目にその奥さんの容疑者いろんなね、えー、ワイドショーではちょっとやっぱり奥さんがやってるでみたいなことをねなんか、うん「実はこういうホストが好きだった」とかね、えー、なんか「すぐなんかブランドもん買って」とか「お金たくさん使う」みたいな,なんか全く事件と関係ないことばっかり言ってて、うん、それはまたねそういう報道の仕方どどやねんみたいな感じで真面目に喋ってたんですけれどもその収録終わって楽屋帰ったら えー、チーフマネージャーから「えー、一緒に写真撮った」っていうふうに言われてるんですけど「本当ですか?」って詰め寄られて「<laughs> えっ?」てなって「えっ?」ってなって <laughs> あの先ほど5分前まで一言もそんなことスタジオで喋ってないけど「えっ?」ってなってあでそれで「あそれほんまやね」っていう話になってうんだからそれなぜかというと。 今から何年前も4年5年3年4年5年前『アメトーク』で読書好き芸人に呼ばれてその中で僕ねあの紀州のドンファンでこの本が面白いって紹介したんですよでそもそもいわゆるこれシャンプーハットの哲二君が「東野さんこの本絶対に好きやと思うんで読んでください」って言ってどういう本かというととにかくそのドンファンさん いい女を抱くためだけに私は大金持ちになったっていう本なんですよ。えー、とにかく、えー、50歳下の愛人に大金を持ち逃げされてワイドショーで有名人になって、えー、そこからいろいろお金で言うたらう例えばキャビンアテンダントの人とかにねなんか,あなんかちょっとこっち見てなんか愛想いいなと思ったら私こういうもんですって名刺渡すんですけどその名刺には細工あって裏側に「 1>, 1万円札が入ってて今度食事どうですかとかいやもうそんなもう平気でする人なんですよ。ででも読んでたら戦後 鉄くず拾いから見起こした大富豪75歳の人生哲学、えー、でこれが面白くて、うん、とにかくコンドームの実演販売をね農、えーえー、村部に行って、えー、旦那が畑行ってる間にそれを実演販売したりとかでとにかくそれで金稼いででお金持った理由はとにかく女を抱きたいみたいなもんあっぱれやみたいなのが面白いって言ってアメトークで紹介したんです。 うーんでそれを紹介したなんか反響があって本もすごく売れたみたいで,ですぐにドンファンさん亡くなったのかなその前後してその本書いた方からお手紙いただいてドンファンさんがその『アメトーーク』を人から聞いてご覧になってめちゃくちゃ喜んでて「ね、東野さんできれば食事を1回生かしてくださいと」とって言われてて。 えそうなんやと思ってで実はこの本ね紀州のドンファンのこの本、うん、作った出版社の方代表の方ねその方が僕の幼なじみのいとこなんですよ。<ー>でその関係もあって「ああじゃあみんなで行きましょう行きましょう」ってドンファンとか言ってたんやけどドンファンさんが亡くなった。 でこういうことになりましたって言って残念ですねほんまにご飯行きたいって言ってたんですっていうのがあって、うん、じゃあじ、えー、時期見て会えば我々あの線香を上げに行くんですけどどうですかって言われてあ「じゃあ俺スケジュール会えば行きますよ」って言ってただ今亡くなった直後はその謎の詩でワイドショーがいっぱいやってたからちょっと行けないんでほとぼり冷めた時に我々行くんですけど会えば行きましょうみたいなことを言って。 でででいいついつ行くんんすすって言われたんですよ亡くなってからだから3ヶ月4ヶ月ぐらいですかねほんだ行きましょう行きましょうって言って、まあ、その、えー、幼馴染のいとこにも会いたいしい話もしたいじゃないですかんでどうやったんですかとかねドンファンの話も聞きたいしと思って行きます行きますって言って和歌山南紀白浜空港に着 <laughs> <つ>いて <laughs> そこでみんなでレンタカー借りてドンファンの家へ向かったんですよ。 ほんでドンファンの家向かったらドンファンの会社の番頭さんかなその方がもう,もうそこ住んでるからそっちく住んでるから鍵も持ってるからその方が鍵開けてくれてほんで入ってでその言うたらうん線香開けてちょっとねあのー、生前に会いたかったですねみたいな話とかご飯行きたかったですねみたいな話をしててでそのタイミングで我々が来るっていうのを聞いてて。 別でだからその奥さんが容疑者の方が来てるって聞いてえ来てんのみたいなほんで家来るっていうかで来るなとも言えないんじゃないですかだってその人ならの家やから来るなとも言うかあそうなんやと思っていらっしゃったわけですよ。でなんかあこの方かと思って、まあ、若くして結婚されたっていうのもわかるしうん言うたら。 ドンンファンさんが2階でビール飲んでんなんか淡くって倒れてるところの下にいたっていう風なう状況っていうのは聞いてるから「ええ」ってこうでもそんな聞けないでしょ俺もそんなアホやないねんからさあのなんかいろいろ言われてますけど「どうなんですか?」とか聞かれへんしさこっちもそれは黙っとかなきゃしゃないしーそれでみんなでまあまあお線香をあげて。 っていう時にそののさんの方とかが出版の方とかに「写真撮りたいです」って言って「いいですよ」って言って写真番頭さんとも撮りで奥さんとも撮りで番頭さん奥さん俺とも撮った写真が誰が流したか知らんけどどっかの出版社に流れ流れついて記事になったんですよ。多分 幼馴染のいいいとととこや思思ううんんすすよよ俺あいつが流してると思うんですよねいや本当にただ一番ドキドキしたのはまあ、そこで線香をあげてしてる時に容疑者の若妻もいらっしゃってその時に番頭さんがなんか「あお茶入りますお茶入れますよー」って言ったんですよ。ほんで「<laughs> あもう別に言えへんけど言えへんけど」 なんんで番頭が入れんねんと <laughs> そこは分からんけど若妻の方が入れた方がなんか後々どっかで喋れるのになとは思ったけど残念ながら若妻さんが気が利かなかったのか私が入れたら変な空気になるからなのか知らんけど全く動かなくて番頭さんがあのお茶入れてました <laughs>。 ね、な,んかなんか分からんけど残念やなみたいなと思いましたけどただそれがネットニュースになってわちゃっと思って申し訳ないじゃないですかその,言うとそのタイムラグでその日曜日に「ワイドラショー」で写真、ね、流れてるのにもうさもそんなことコメントせんと喋ってる感じもちょっと嫌やしでネットニュースになってこう書き込み見たらなんかあのすごいみんながそのね、あのー、いや別に全然これも逮捕される前やし別に問題ないし何やったら律儀なええやつやないかみたいななんかこう。<laughs> ええ感じのコメントが多いからでもこれだけは言わせてくれ俺そんなええやつじゃないねん <laughs> そう俺そんなええやつじゃないんだこれは痛かった佐藤君 <laughs> 知ってるやろなんか俺がまるですごいギリ堅くてそんな男じゃないんです本当にあと唯一あのごもっともっと思ったのはその線香を上げに行くのにダメージジーンズはないやろって <laughs> おっしゃる通りこれも。 あれはかダメージジーンズあかんなと思ったりもしましたうこれをだから早く言いたかったけどとにかくゴールデンウィーク暇で暇で喋る機会がないんですよただこのあとまだ話が続くんですけれどもすいませんワイドラショーに残していいですか <laughs> 申し訳ない佐藤君ワイドラショーでまた残り喋らせてもらいますすいません本当にあともう一個そのノー堂ンとは違う件でこれも言わなあかんなと思ってあの前回 えー、前回本物ラジオ収録、えー、とやってで次の日正義の味方生放送終わった後、なんかラこの本物ラジオのなんか宣伝かなんかで毎日新聞となんかラジオの雑誌なんか焼きそばさんみたいな方となんか,なんかインタビュー2つあってで毎日新聞の夕刊乗るって言って。 ほんで俺どうも納得できなかったんですけど俺本物ラジオの宣伝屋を持って本物ラジオのキャップかぶってか <laughs> ぶってねいや全然俺怒ってないんですよ本物ラジオのキャップかぶってほんで毎日新聞の夕飯ね言ったらもう天下の毎日新聞の夕飯乗ると思ってこうラジオの宣伝できると思って本物ってこうねあしらった前にあしらったキャップかぶってこう写真撮ってたらその。 女性記者となんか男性カメラマンがおって、ね、男性カメラマンが撮りながら「すいません帽子あの外してもらっていいですか?」って言って「あいやあの俺これこかぶってあの写真撮りますからあいやちょっと外してほしいんですけど「いやちょっと俺もうこれ本物って書いてるんでご宣伝なんでちょっとあ、ダメです」みたいなそれがやり取かが3ターンぐらいあってすごいあのラジオ D タグのところの写真ですけどすごい気まずい空気になって。<laughs> でももままあまあもうこっちも,もう譲られへんと思ってもうテンション上がってもうてんやったら前の日の金曜日にあのキャップかぶってあの大阪に乗り込んできてるわけですからこっちはもうでももう気持ちはもうなんかドンファンのネットニュースだってもうイライラしてるし「<laughs> <laughs> いやっともういやもう俺これかぶりまう絶対脱ぎませんから」みたいな感じで。 写真撮ってあっじゃあもうあんまりにも俺がしぶ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 なんかノー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 言うからそのなんか男性カメラマンの方もちょっと困った感じになって女性の記者の方もまあまあまあもういいよいいよみたいな感じになってでああじゃあもういいですってカチャ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 ってそ撮って。 でインタビューでラジオブ,あのブースに入ってこうなんかインタビュー一生懸命喋っててその周りカシャ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 撮ってたけど別に本物のラジオのキャップも外すことなくずっともうカシャ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 撮ってるからこれ絶対あのキャップ外したらあかんな思って俺とカメラマンの戦争が始まってもう半ばあんまり女性記者の質問もあんまり聞いてない感じで。 ね、なんか女,女性記者の後ろに隠れては出てきて「カシャシャシャカ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 シャクシャ,クシャ,クシャ,クシャ」って言うからこっちももう負けてられへんと思ってずっと「まぶか帽子かぶずっと本物が見えるように喋ってたんですよ」ね、ほんであともう一枚ちょっとなんか取りたいんですって言ってまたあの戻って新田君のことこ戻って、ね「すいませんちょっとあのキャップ外してほしいんです」って言って「いやいやだからもう外し,外しませんよ」って言って「いやあの毎日新聞であの帽子あの外すようにルールになってるんです」って言われて。 「毎日新聞で写真載るとき帽子外すルールなんですか?」みたいな「あそうなんです」って言われて。 でも次のなんか焼きそばさんっていうなんか謎のなんか汚いおっさんねインタビューする汚いおっさんおったんですけどその方のなんかそのインタビューもあるしもうあんまりにもグレてると空気もあるなるからなんかこう帽子取って「まあまあわかりました」って言って写真撮って終わってでその後そのラジオ雑誌の焼きそばさんのなんかインタビューと女性のカメラマンの方一言も「帽子取ってください」もなく普通にスムーズに終わって。どう考えても 毎日新聞のルール絶対あれ嘘やと思うんですよ。俺だからそのラジオ聞いてる方誰か毎日新聞の方に回答欲しいんですけど毎日新聞でインタビュー受ける時に絶対に帽子取らなあかんのかどうか俺確認してほしいんですよ。あれあ嘘嘘だったんですって言ったら嘘で結構なんですけどもしくは僕が電話してもいいですよ毎日新聞に。もしくは回答書いうか質問状みたいな 吉本興業のタレント東野幸治といいますけどこの間毎日新聞の夕飯の取材を受けたんですけど帽子かぶってたら「帽子取らないと載せれないんです」って言われたんですけど「本当なんですか?」って言って「うんだって毎日新聞ってどっちかってリベラルな新聞じゃないですか多様性リベラルでしょ?」「テリー伊藤さんとかさドン小西さんとかさやったら何帽子取ってくださいって言うんかな?」とかいろいろ考えてたらさ なんかめんどくさいなんかもうどうなってきてもう止まらなくなって毎日新聞さんあの答えお願いしますって本当に毎日新聞の取材を受けた時に帽子取らなきゃいけないルールなのかどうかだけの確認はちょっとねしてほしいなと思ってこれは申し訳ございません決してこれ僕怒ってるわけじゃないんですよあのこっちもね譲れないところがあってぜひぜひよろしくお願いしますさあえそういうわけです 以上ですかね僕が今週喋っておかなきゃいけないことねああと 雨上がり警視隊の蛍原さんがゴルフ専門の YouTube チャンネル「フォトゴルフ」を開設しましてえ僕とナインティナインの岡村君で河川敷のえところでゴルフに行ったっていうことがネット記事になってましたけどもえ事実でございます隠してるつもりも一切ございませんよかったらそちらの方もまた見てほしいなんかだいぶ前からいろいろな撮影してたみたいで。 うん、ほんまにゴルフが音ちゃん好きやからなんか嬉しくてしゃあない感じですごいスタッフもたくさんいる中そういうふうな撮影しましたよ10人ぐらいスタッフいましたよどんだけ吉本力入れてんねんよぐらい東野デニムと全然違いますよ <laughs> 東野デニムもう3人だけですしこの本物のラジオも考えた俺少なすぎる <laughs> この3人で、ね、毎日新聞で今から喧嘩売っていくねんで負けるでしょ <laughs> トーク君とで若きディレクター朝日放送ショっちタうつディレクターと3人でやってますけれどもよろしくお願いします。そしてあのー、洋楽今週の曲なんですけれども今週ちょっといろいろ考えてうん前回はね だからあのイギリスの、うん、パンクの話とか、うん、ニューウェーブの話などしたんですけどいろいろ考えたらやっぱ洋楽をかけていかないけないなっていう気持ちにだんだんなってきてもう毎週自分の中で、うん、中学時代とか高校時代「ミュージックライフ」の雑誌読んだりとかして知識得た、うん、洋楽の曲を懐かしのね昭和歌謡が流行ってるって言ってるんで、うん、僕の中ではもう昭和洋楽、うん、っていうのを流していこうと思ってて。 やるにあたって結局一番最初にやらなかあかんかったんがやっぱビートルズだなっていう話になってで今回一応リクエスト曲がビートルズの「ヘイジュード」か「ジョン・レノンの『イマジン』をちょっとどっちかかけてくださいっていうところなんですよで僕実はあんま知らないですよビートルズってどっちかってったらビートルズと「ザ・ローリング・ストーンズ」っていうイギリスの言うたらまあ同じ時代だから僕らが生まれる前から。 活躍してたバンド、ね、2大バンンドドどっちかというとビートルズっていうのはなんかアイドル人気で女性に人気ででローリング・ストーンズって言ったらなんか男性に人気みたいなイメージなんですけどでそのまあ言うてもビートルズのやつだけはやっとかなあかんなと思ってで僕もあんま知らんから今回ゴールデンウィーク暇やからウィキペディアでいろいろ調べたんですよビートルズで。そもそもだからビートルズってあのブライアン・エプスタインっていう。 初代のマネージャーの方マネーージャーというかスカウトしたというかレコード店の店主の方がいててその人がビートルズの原型みたいなバンドを見た時に売れるからプロいけへんか俺がマネージメントをするって言ってうん発掘するんですよ。でその時のビートルズはほんまにリーゼントで革ジャン着てるほんまそういうイメージでほんまにロックンロールバンドやったけれども売れるためにうんマッシュルームカット。 ね、ラブミーーだからもうアイドル路線でホトちゃん日村君バカリズムみたいな感じのうもう統一のイメージでデビューしたんですよ。それがだから1962年ですから僕が生まれる5年前ですよ62年ですよだから今から50年前ですよほぼ50半世紀前ですよすごないビートルズって。で半世紀前で,で調べたらうん2年 だから62年デビューして64年の2月9日の「江戸サリヴァンショー」って昔アメリカでだからプレスリーが出てで腰くねらせながら歌ったら「

7300万人が見たらしいんですそのウキペディアによるとねでその2年後に武道館でライブやってんのよだからもうほんまバリバリの時にこれ武道館でライブするのはうんだから武道をするところでロック洋楽のロックは何ぞやって言って反対運動を起こったりもしたんですけどだからロックの聖地って言われてるんですよ武道館でそもそもそうなんですよ そそもそも武道館でロックのコンサートをするのはビートルズが最初にやったからっていうでその時にだからその柔道家とかその武道家がもう抗議してあの切腹もんや言うて <laughs> っていう一部でも明らかにみんなそ喜んほ,ほぼ全員がみんな喜んでるしでそれで来日したりとかしてでそのぐらいの時に知ってるこれあのジョン・レノンがインタ記者のインタビューで。 僕たたちはキリストより人気があるって発言したのこれすごないキリストより有名だっていうふうに言ったのよ。でそれはいろんな前後の文脈とったら本人も言い分もあんねんけどそのワンセンテンス載せられたらもう,本もうアメリカ人世界中から大バッシングそこで。でライブもできなくなってで殺害予告ね。 殺害予告だから自分だけったらええかなと思ったけどもうビートルズとかビートルズに関するスタッフ全員の殺害予告が届いてでも謝罪するんですよんでちょっとこう落ち込むじゃないですか <laughs> で落ち込んでるジョン・レノンがうんちょっと街多分ブラブラしてたでしょうねこううつむきながらとあるーアーティストの個展があってそこに入っていくんですよほんならか真っ白い壁に脚立があるんですよね もう天井に近いところに脚立が立っててその脚立をこう上っていく脚立の上のところに虫眼鏡があるんですよね。でそのでなんか黒いででって書いて書るんですよでこれをその虫眼鏡で見てくださいって書いてみたらちっちゃく「あのイエス」って書いてるんですよね。でその古典開いてたんがあの小野洋子なんですよ。ほんでその小野洋子とその時、えー、ジョン・レノンは結婚してて。 でジュ,リアンレノンジュリアン君がいてる結婚してんねんけど不倫するんですよ。でその小野洋子は小野洋子でめちゃめちゃええ死の子やからめちゃくちゃええとこの子弾くぐらいの。でそれとこう恋に落ちていくうんでそれと同じ時期にもうだからあの時代も当たり前なんですけどもうミュージシャン全員ドラッグやってるんですよ。<laughs> もう全員がドラッグやってる感じでどん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 こののよう子にはまっていくっていう感じででポールはできればそんなドラッグなんかあんません方がええっていうふに書いてねえでほんまかどうか知らんねんけどでも,でもポールも結局すんねんけど <laughs> でもあの時代もみんなやってたっていうことで書いてんのよ。でこれあまりにも ジョンが小野コにべったりになって結婚してるのに子供にも嫁はんにも相手せんと小野コにべったりになって落ち込んでるん嫁と子供のために慰めててでそれのために作った曲が「平十度なんですよこれすごないこれれえそうなんやと思って俺全然知らんかったと思って「ミュージックライフにこんなん一切載ってない, <laughs> <laughs> いや ほんでそこでちょっとジョンはジョンでこう言うたらまあ不倫してるけどもテンション上がって創作活動小野洋子からいろんなものをなんかこう吸収してであのサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドっていうあの架空のコンセプトアルバムあれ作ったりとかしてまた復活していくでどん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 ひげぼうぼうなってうんなんかね インド行って瞑想してジ,ョジョージ・ハリソンに言われて瞑想してイケボーボーなってうんほんで正式に離婚して小野陽子と結婚してなんか白いなんか屋敷の、まあ、白い屋敷のところの2階の白いベッドルームで2人でベッド入ってるところに記者呼んで会見するっていうわけわからんことをするのよパフォーマンス。でその頃ろに、えー、ポール・マッカートニーとめちゃくちゃ仲悪くなって。 もうだからもうライレコーディングとかももう小野洋子を連れてくるともうみんなもちょっともう空気悪いというか「あのアルコピース」の平子くんが愛妻家やでネタ合わせの時に嫁が膝の上座ってるんですって <laughs> だからそういう感じ <laughs> そういう感じになっててほんで解散するほんで言うたらジョン・レノンと小野洋子がもうソロ活動アーティストをしだすその時の 俺もこれも知らんかったんやけど1969年が俺が2歳の時ウェディングアルバムってあって A 面と B 面なんですけどその A 面がジョンとヨーコっていう22編ぐらいの曲知ってるこれすごいよ、ね、佐藤君。あのー、ジ,ョジョンが肉声でヨーコって言うんですよ <laughs> ほんだらヨーコが肉声でジョンって言って <laughs> ほんだらジョンが肉声でヨーコって言ってる <laughs> ほヨーコがジョン ヨコヨコヨコョン,コジョン,コジョンそれだけの22分なんですよ。で、ね、これもう賛否っていうか俺誰が賛言うてんねんっていうぐらい <laughs> 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 ジョンとヨコ俺もさすがにこれ聞いたけど2分も持てへんかったもん。ジョンヨコすごいよね。最後絶叫な、ね、ああジョンヨコって言ってほぼ,ほぼほぼセックスアルバムみたいな。それはもう 解散するよねでうんよやってあとね「ゴッド」っていう曲もあるんですよ「ジョンの魂」っていう曲で「ゴッド」でこれでエルビス・プレスリーやビートルズさえも信じないっていうキリストも信じないしジョン・ F ・ケネディも信じないしエルビス・プレスリーも信じないビートルズさえも信じないって言ってビートルズファンから大バッシング受けて「<laughs> ね、お前も変わってもうたなと」と <laughs>「お前お前小野洋ばっかりやっけ? <laughs>」 ほんでそ子供を産んだらやめてなんか行く目になってで軽井沢行ったりとかしてでで日本の眼鏡かけたりとかして日本は新日会ですからねほんでイマジンになってイマジンになって FBI の監視対象になって俺も調べたんですよジョン・レノン FBI <laughs> <laughs> 調べたら俺知らなかったんですけどジョン・レノンとチャップリンとヘレン・ケラー監視対象なんですよ。 FBI のヘレン・ケラーさんに至っては日本の新人家でよく来てたんですけど、まあ、社会主義運動されてたからあの日本の特攻警察にマークされてたんですってこれすげえなーと思って <laughs> いやっていう時代のそのうーんだから「イマジン」っていう曲もいいしで1980年にマーク・チャップマンに、うん、打たれて亡くなる40歳の時ですからめちゃめちゃ若い濃い人生やな思いながら。 でイマジンかヘイジュードお願いしますっていう風に、えー、三波さんに、えー、お願いしたところ三波さんが選んだのはヘイジュードでございましたそれではお聴きください張り切ってどうぞミュージックライフっぽい 私の少年時代はもちろん半世紀にわたって愛された音楽雑誌「ミュージックライフそんな「ミュージックライフに書かれていそうな海外アーティストの裏話や洋楽が好きな本家の皆さんの思い出を送ってもらうコーナーでございますけど俺言い忘れてました「HeyJudo」のなんかレコーディングの時の楽譜がオークションにかけられたんですよでそれをオークションで競り勝ったんがうジュリアン・レノンくんなんですよ。 息子さんなんなですよだって僕のために作ってくれた曲だろって言って <laughs> かっこよくない <laughs> <laughs> さあ『ミュージックライフ』いきましょうこの方ラジオネーム下敷きにジョーストラマーを入れていたさすごいですね大阪府の方でございます私は東野さんと同い年の53歳の熱烈な元幻民です今まで聞くがオンリーでしたが東野さんの音楽コーナーのお話に我慢ができなくなりメールしました私も中学時代よりミュージックライフを愛読しており洋楽スターのこぼれ話に心躍らされてました私が一番心に残っている話は初めてセクシーという言葉を知り好きになったロットスチュアート人気ありましたよ めちゃめちゃ声が特徴でね人気がありましたロッド・スチュワートフットボール選手かミュージシャンかどちらかってことですよねなろうと思ったんですよ大阪情報にも行きましたでもその彼が昔の日本のライブでリメンバー・パール・ハーバーと叫び英語がわからないファンがノリノリでイエーイと返していたというエピソードが載っていて当時高校生の私は恥ずかしいのとバカにされたような悲しさでかなりショックでしたバカにされたんでしょうねロッド・スチュワートに。 何言言っってても日本人でイエー言うなーっていうことですからほんまにだ僕も洋楽のライブ行きますけど大体何喋ってか分からんけどイエー言ってますもん。あのー、<laughs> あこれ続きね,ね私が初めて行った外体のライブは持ってるレコードや漫画を売ってなんとかチケットを買えたレ,レインボーでしたリッチねリッチブラックもあの早引きを早すぎてよく見えませんでしたが感動しましたいやだから俺はだからリッチブラックも行ってませんけどあれですよえー、いろいろ行きましたけど。 西宮球場にクイーンが来ててクイーンが来てて遠くの方で見てたけど何やよう分からん感じでした別にその野外やし音響も別によくないしとにかく人が集まっててでボーカルがフレディ・マーキュリーでしょでギターがブライアン・メイなんですよでベースがねジョン・ディーコンっていう。 ミュージックライフで双子を産んであのバギーベビーカー双子用のベ,ギーベビーカーで来日ってあってあベビーカーって双子用ってあんねやって俺『ミュージックライフで知ったんですよ <laughs> <laughs> ほんであのドラマーがあのロジャー確かにロジャー・テイラーっていう男前のなんか日本人の女子にもウケそうな金髪で、うん、可愛いい顔をした人で。 ねなんかねその西宮球場で中学から高校から行った時に終わった後に帰ろうとしたら急にロンドンからロジャー「ロジャー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 」っていう声があったからえ「えロジャーテーラーどこからいてんのいてんの?」って探してたらロジャーテーラーっぽいいお客さんが顔赤くししてあの歩いて歩たただけでしたなんか関西が嫌になった瞬間でした。 オアシスのライブも行きましたよ俺オアシスのライブもえー横浜のースタジアム違うわえー横浜アリーナかなだから嬉しくてあのあののギャラー兄弟がもうメインじゃないですかで兄ちゃんが影響を書いて弟はうーんなんか天性の声 <laughs> 持ってるという。 でいつも兄弟仲悪くてて喧嘩してでなんか雑誌とか読む限りはライブも途中で中止とか兄貴がギター投げつけて帰っていったとか弟が嫌になってマイク投げて帰ったとかっていうのを期待したから喧嘩せえへんかなと思いながら行ったらなんか案の定だからそのライブハウスみたいな感じだからセットも何にもこん、ね、あの食ってないしとにかくなんかライブハウスみたいな言うたら。 感じただただ順番に演奏してうん途中だから弟のボーカルのリアムが飽きてきたらあの言ったらえスピーカーのところに足こう投げ出してみんなにこうマイク向けて歌わすみたいな,なんかそんなあとピックに3回投げるみたいな感じでなんかあの本当にリハーサル見てるみたいな感じでしたでもまあまあまあありがたいしっていうところでございますけれどもあと「マルーン5」も行きましたよ。 東京ドームにマルーン5の、ね、ライブはね大の字の大ーチ君と行っていや嬉しかったですけどうーん2時間のライブなんですけど最初の30分誰かわからん DJ がずーっと DJ あのレコードを回すんですよ。でそれに合わせてなんかこうなかカメラマンがうん日本の乗ってる女の子とって「映ってる映ってるイエーイ!」とか「おじさんが映ってる映ってるイエーイ!」みたいな「こいつまでやんねん」みたいな。<laughs> 全然それは面白くなかったですけどその後もう「マルーンファイブ」はほぼヒット曲全部やってくれましたからそれは嬉しいですしまあ当たりというかなんか知ってる曲やっていただくとねありがたいですからだから早くコロナが収束してちょっとねえー、世界のねミュージシャンが日本に来ていただいて歌っていただけるのは嬉しいんですけどこの方次兵庫県リュウスさん。 東野さんこんばんは前回の本物ラジオでデビットボーイの「チャイナガール」がかかって鳥肌が立ちましたこの曲は僕も大好きなんですボーイの「レッツダンス」というアルバムには思い入れがあるんですこれね確かねこれ思い出したんですけど20世紀の肖像画なんか NHK が定期的にやってるドキュメンタリーあるんですよそれで西ドイツベルリンの壁崩壊の時に初めて「 流れたか崩壊寸前の時に流れた曲がデビッド・ボーイの「このレッツ・ダンス」の前のアルバムからその前の前のアルバムの曲が確か流れてたんですよ。で東ドイツのの住民は一体何を思ったのだろうかみたいななんかそれ思い出しました。 えー、この「レッツダンス」というアルバム感想でブルースギタリストのスティーブ・レイ・ボーンがソロを弾いてるからなんですが当時無名だったスティービーはアルフェスに出演した時にものすごくいい演奏をしたにもかかわらず客席と相性が悪かったのかブーイングをされてしまいました落ち込むスティービーでしたがその演奏を偶然デビッド・ボーイが客席から見ていて感銘を受けたそうですすぐさまボーイは共演を持ちかけ制作中だったレッツダンスのギターソロをスティービーが弾くことになりましたそして 完成したその曲をラジオで聴いたエリック・クラプトンが驚愕したそうでございますそのことがスティービー・レイ・ボーンが世の中から注目されるきっかけでございますエリック・クラプトンは k 1が大好きですからねあの格闘技だからよくリングサイドに俺クラプトン似てんなってずっと思ってたんですよクラプトンでした <laughs> 表参道たまになんかあのガードレール座ってるらしいですよ <laughs> クラプトン俺いや俺ほんまに俺会ったことないけどクラプトン用表参道のガードレールのとこ座ってたでって <laughs> ほんまかどうか知らないですけどねただ日本にはよく来てました k 1ミニはいこの方奈良県カスタムバイクのガレージライド <laughs> 矢城さんこんばんは先週ハードロックヘビーメタルを伝えるパーソナリティとして伊藤清則さんの後を継ぐとおっしゃっていましたが関西ではえドマウラで番組やってます 放送時間金曜24時から27時と丸かぶり、えー、後ろをついていくというかすでに並走している状態です大丈夫ですか全然知りませんでした申し訳ございませんえー、ちょっとね伊藤清則さんなんか一回ぐらいは会いたいですよねどんな方かちょっと僕も分かりませんけどとにかくあのメガネのフレームしか印象残ってませんけど <laughs> はいあのー、1970年代後半からずっとあのメガネのフレームとセミロングの伊藤清則さん ぜぜひぜひって言うとね、年齢も多分60歳70歳ぐらいだから一切変わりませんしもしかしたらもう今見てる我々の伊藤成続さんの映像が10年前の録画かも分かりませんしそれすら分かりませんので。 えこんな風にですね皆さんのですねえ幼なき頃の洋楽の印象そして今ハマってる洋楽でも結構でございますえどん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 書いて送ってほしいと思いますえ今日はここまででございますえ紹介したメールにはですねえステッカーお札を差し上げたいと思いますえミュージックライフのコーナーでございました。 マイコンの「コウハラプレゼンツ本物ニュース」。 私東野工事が今気になるニュースを数時間後に放送の正義の味方に迷惑がかからない程度におしゃべりするコーナーでございます今夜のニュースのお供はマイコンの小原のうなぎマイコン昨年5万個の販売実績を持ち2ヶ月待ちになるほどの大人気夏季限定商品でございます一口食べればお箸が止まらないご飯のお供でございます私の今目の前にですねうなぎマイコンの出汁 茶漬け、えー、のスタンバイができておりますんで美味しくいただきたいと思います目の前にありますいただきますお腹空いてるんですあ、うまいうまいあ、これいいこの甘さがいいですこの昆布の甘さうなぎの甘さタレの甘さ夜食にもってこいですマイコン 最高ですこれからも昆布ちょうだいありがとうございますすべていただきましたさあちなみに数時間後の正義の味方でやるのはえー、中国が宇宙競争でアメリカをリードしてるんじゃないかというお話でございます知ってます今月の裏に中国いたんですよ 中中国国のの言うことやから中国の僕この「正義の見方」という番組で分かったんですけど中国のデータで全部嘘なんですって。でまあ輸出・輸入で相手国があるから本当のことは分かったりするけど中国の発表するやつはちょっと眉つ場もんだと思っておいた方がいいですよみたいなことを言われててで中国の発表で月の裏側に着陸成功したってなかなか。 ほんまかなとかちょっと思いながらもでも中国は宇宙だから今言ったもん勝ちですから月火星だから月に向かったり火星に向かったりどん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 してるしアメリカをもうしのごうとしていてでなおかつ今一番すごいのが中国版 GPS の北斗っていうのがあって去年7月に全世界でサービスを提供したんですけど現在地球の周りをアメリカね アメリカは人工衛星 GPS31 機飛んでるんですよ中国は35機飛んでるんですでも勝ってるんです完全にでその人工衛星からその地球の例えばこの福島の ABC 位置情報誤差1センチから2センチですからうーんほぼほぼ完璧に分かりますしあとそれその北斗っていう GPS のサービスは 世界の120か国以上にこの関連製品が輸出されてるってことですからうんだから例えばその無人のドローン操縦とかうん自動運転機能の向上とかっていうことを考えると例えばアメリカの GPS グーグルの GPS をずっと当たり前に使ってるけどこれからは北斗を使う時代になるんじゃないのかなっていうところなんですけどこの。 米中心冷戦なかなか、うん、5G 競争でもアメリカは絶対に中国が上に行くことは許さないのでさあこれからアメリカは一体次の一手は何を打つかっていう話を数時間後の正義の見方で。 しているのかもしれませんししてないのかもわかりませんのでいかがでしたかぜひぜひよかったら、えー、9時半からでございいいまますす正義の見方見てほしいと思いますさあ今日のニュースはここまでマイコンの小原さんから本家の皆さんにプレゼント。 本日のニュースのおもうなぎマイコン一袋と、マイコンだし一袋をセットにして十名にプレゼントさせていただきます。応募方法はエンディングで。以上、マイコンのコウラプレゼンツ本物ニュースでした。麹に教えて。 東野幸治が今気になっていることを、本家の皆さんに教えてもらうコーナー。今日はおすすめエンタメ。エムラジのコーズさん、チャチャイさん、情報、えー、思い出の番組をテーマにメールをいただいています。さあ、これから読みますか？この方、ラジオネーム本物のチロリン、エ、え、ム、ー、ラジの社長ですね。<laughs> 社長から届きました。えー、東のり、メール読んでくれてありがとう。本物のチロリンです。<laughs> さて、洋楽をバンバンかけたいなら MBS ラジオにアドリブラジオがあります2時間55分間出演者が構成、選曲、しゃべる出演者は大変、放送局は楽ちんな番組です <laughs> いや、ぜひぜひまたよろしくお願いしますそれと えー、コーズさんと食事に行くなら寿司屋にしてください、えー、コーズさん僕が昔ヤンタンとかやってた頃のディレクターでございます現在も、えー、ディレクター,うーんヤンタンのラジオディレクターしておりますうん変わった方で、えー、裸足でローファージャイアンツ戦全部録画す買った試合だけ最初から見るっていう方変人でございます、えー、コーズと食事に行くなら寿司屋にしてくださいやつは好き嫌いが激しくイカとエビしか食べられないのですその上に 大食感なのでお店のエビを食べ尽くしますすごいですね、えー、帰りに対象には勘弁してくださいと言われ出来になりますそんな楽しいやつなのでよろしくお願いしますとありがとうございます、えー、本物のチロニには、えー、お札ステッカー差し上げますこの方堺市のディスコスター東野さんこんばんは先週のエンディングで MBS ラジオのコーズプロデューサーの話しされてましたが僕が知ってるコーズプロデューサー情報お伝えします 冬でもサンダルを履いて服装は中村雅俊をイメージ偏食家で野菜は一切食べず寿司屋に行ってもエビしか食べなくても有名なんですね <laughs> え,ー、えまんじゅうは皮だけ食べるモンブランは上だけ食べて下のスポンジ残す午後の紅茶無糖にガムシロップ発酵ゆで飲む。 雷になったらぐっすり寝られる週4回太陽にホイールを見ている加藤浩二さんによると六本木でアンドレ・ザ・ジャイアントにあってアンドレの方が逃げたという逸話があるらしいです下の名前はあずさという可愛らしい名前ですということでそうですそうですあの思い出しましたあの変色本当これ変色家でガムシロップ8個も入れるんですよだええー、とこの子なんですよだから甘やかされて育ったんですよだからこんなんになったんですはい。 この方京都府向井店ルッツ東野さんこんばんは先日のオンエアで懐かしい名前が聞こえましたチャチャイさんです30年ほど前彼女の AD 時代かと思いますが年末深夜の MBS 朝まで働けダウンタウンに登場し松本さんにセックスって気持ちいいよなと話を振られ最高っすよねと返して爆笑をさらっていたのが今も忘れ,れません覚えてます言ってましたよ最高やな気持ちいいなって誰にもタメ口なんですよね いいいところでございますさあこの方縦笛うーん過去の仕事はじめまして初回から楽しく拝聴させていただいておりますうんはじめましてと申しましたが実は初めてではありませんその昔 MBS で東野耕司さんと石田康さんが出演されていた「土曜だアミーゴ」という番組に小学生の時に出演させていただき縦笛で小学校の校歌を吹いたものです。 番組を覚えてますよ。マツダのショールームでやってました。三十分番組。うん。縦笛で小学校の校歌を吹いたのを全く覚えてません。番組の宣伝 CM でも縦笛のことに触れていただいて、とても嬉しかったのを覚えていますし、出演記念にいただいたテレフォンカードも大切に持っている。すいません。 これ読んでたら「覚えててなないっっ言わなきゃよかったですね <laughs> すねませんこの度東野さんが大阪でラジオを始めると聞き当時を思い出したんでネットで調べましたがそのの番組のことが全然出てきません石田さんや東野さんのプロフィールにも出てこないんですがあの番組は東野さんにとって闇歴史なのですか?」。いや全然そんなことないですよ「土曜ダアミーゴ」やってましたよ。 はい楽しくなんか石田康が増田のショールームで働いてる女の子をやらしい目で見てましたとにかくやらしい目で見てましたはいで僕はおちんちんで「おちんちんがでかいんだおちんちんがでかいんだ」ってずっと言ってましたそれは覚えてますけれどもあこれもう一個あるやんごめんねえー、おすすめエンタメこの方茨城県のゆかさん東野さん「アイメンター」という漫画ご存知ですか 夢の実現には最低限の資質が必要でありそれは遺伝子という設計図によりあらかじめ決められているという考えのもと一人につき一台アイメンターというタブレットが支給されそれを中心に人生が動くんですが伏線回収が秀逸ででとても面白いですきっと東野さんもお気に召すと思います気が向いたら読んでみてくださいということでよかったらちょっと読んでみたいと思います。アイメンターさあ 読まれたメールにはですね、お札、ステッカーを差し上げたいと思います。来週も本家の皆さんから様々なテーマでお待ちしております。何でも結構、東の康二に教えてやりたいこと書いてください。えー、そして私と過去に仕事をしたことがある方からのメールもお待ちしております。現在メールがあるのはチロリさんだけです。康二さん、メール、康二さんメールください。康二さん、飯行くんでしょ あの、約束せなあかんから、メールください、い <laughs> <laughs>、えー。当時の、コウジさん、当時の僕の思い出、言ってください。<laughs> お願いします。<laughs> 以上、コウジに教えてでした。さあ、日常の出来事、悩みをただただ文字に起こして送ってもらうコーナーでございます。行きましょう。大阪府にお住まいのラジオネームムームーンさん。 はじめましてお話に参加したくお便りしますこれぐらいのメールが一番いいんですよね日常ですこの時期になるとマンションのベランダで家庭菜園を楽しむため、えー、苗を植えます去年は秋までトマトオクラキュウリを収穫しました今年はそれに加えてナスやメロン唐辛子も仲間入りさせて植え付けましたこれからの成長が楽しみです 東野さんは何かか育てている植物や野野菜はありますか東野さコリショウのようにお見受けするのでもしおすすめのものがあれば教えてください。いや俺全然コリショウじゃないんですけど衝動に駆られてこの間もおさかきいをあのなんか紙棚みたいなのが一応あっておさかき買いに行くんですよ。それ僕の仕事やから。でそれでたまたまいつもと違う花屋におさかき買いに行ったら。 その横になんかサボテンみたいなやつが並んでて一瞬ほんま買おうかなってすっごい悩んだんですよなんか1個ちっちゃいやつ置きたいなと思ってもうコロナ禍でやることないからなんか唯一の心の救いみたいなんで10日に1回ぐらい水ちょこっとやったらえだけやからあと見てるだけでいいじゃないですかだからちょっと思ったんやけどもちょっといやいやあかんあかんと思ってなぜならなんかいいやなんか観葉植物あるじゃないですかい,いや2つあるんですよ。 であのなぜかまあ水もちょっとずつあげるんですけど日当たりいいところに置いてで,でこうね葉っぱがおいし,美味しげっていくんですけどなんかね茶色く枯れていったりとかするんですよブンブンブン葉っぱによってでそれ気になってだから2目1 5ーぐらいのすね茶色いとこだけなんかはさみでパシャッと切ってパサッと切ってパサッと切っていったらもう最後剥げてもうたんですよこれも気になるこれも気になると思って。 すごい嫁に怒られて <laughs> だからねその何かを育てるとか俺絶対向いてないどっかの衝動でなんか変なスイッチ入って止まらなくなるんですよ。あの植物じゃないんですけどお酒飲んで洋式のトイレで家で座ってるのね気をつけないといけないんですよ。半年にに回ぐらいいなぜかそのうちののトイレにハサミを置いてて自分の アアンダーヘアを聞いたなるんですよ <laughs> <laughs> だからこうほんながらんかこうアンダーヘアがあっていやもうこれいらんやんと思ってこれアンダーヘアって昔トライアスロンした時俺前も喋りましたけどあえて発汗というか汗をすぐ飛ばすようになってるから生地が細かく言うと大きいんですよほんでもだかか蒸れないように作ってあるんですよスポーツウェアって。 ほんで俺3キロか泳いで1 9 0キロ自転車乗って最後4 2キロっていう佐渡島のトライアスロンの最後にラスト2 0キロぐらいこうまあほぼ歩いてる感じなんですけど疲れるじゃないですか下向くじゃないですかねパッて見たらそのウェアの上から間からね陰謀が出てるんですよ4本ぐらい何やねんこいつと思ってそれ,それやってたのは今から10年ぐらい前でしょその後ぐらいから急に酔っ払ったらそれ思い出して なんんやねんこれと思ってなんかちょっとずつ切っていくんですよその酔いとか気持ちによってほぼだから言うたらあの丸刈りみたいになるというか <laughs> <laughs> で丸刈りはあかんなと思うジムでオーナーある時に全部剃ってるわけじゃなくてもうなんかいがくりみたいになってるから <laughs> かっこ悪いからこれはあかんみたいなそういう衝動があるんですよ俺。 だからこの方にね、ムームーさんに申し訳ないけど何かを育てるような俺、人間じゃないんです。申し訳ございません。この方にもお札、ステッカー差し上げます。さあ、以上、日常でございました。皆さんの日常を書いて送ってください。ABC ラジオいやあ、エンディングでございます。番組ではですね、ミュージックライフっぽい工事に教えて日常 えらいもんでだんだんとコーナーできてきましたねありがとうございますメール感想なんかも受け付けております メッセージを紹介した方、全員に御札プレゼントいたします。宛先です。郵便番号五三零の八零零四、A. B. C. ラジオ東野幸治の本物ラジオ。郵便番号五三零の八零零四、A. B. C. ラジオ東野幸治の本物ラジオ。メールは、com, H. H. アットマーク A. B. C. 一丸丸八ドットコム。H. H. アットマーク A. B. C. 一丸丸八ドットコムまでお願いします。さらに。 先ほど紹介したマイコンのコアハラのプレゼントが欲しいという方はメッセージに加えて住所氏名電話番号うなぎマイコン希望と書いて送ってくださいそして YouTube ではこれまでの放送を公開中東野幸治の本物ラジオと検索してみてくださいさあそんなわけで今夜は以上でございますかえー、あとあれです 毎日新聞さん、あの写真撮る時は帽子をかぶらなきゃいけないというルール、本当なのかどうか、え、答えの回答お待ちしております。ぜひぜひお願いします。さあ、今夜は以上でございます。それではまた、聞いたってや、バイバイ。この番組はマイコンの河原ナノゾーンコートサービス浜田酒造がお送りしました。